体の声を聞きなさい、に。この幸せのバイブルと共に、本当の自由への旅に出よう。この本は、持つこと、すること、あることの3部で構成されています。第1部に持つことを持ってきたのは、未だに多くの人がこのレベルに価値を置いているからです。でも私たちは、そろそろあることを最優先させなければなりません。幸福であるためには何が必要なのかを見極め、そのための行動をすることによって、必要なものを手に入れる、持つ、というのがこれからの行動パターンでなければなりません。とはいえ、もう随分長い間、私たちはそういうプロセスを忘れて暮らしてきました。私たちはすることやあることよりも、何かを持つことの方が大切だと思い込んできたからです。あなたも次のような言葉をよく聞きませんでしたか？パートナーが、お金が、資格が、健康があれば、私は好きなことができて幸せになれるのですが。しかし、現在では順序が逆になっているのです。私たちは何よりもまず幸福であることから始めなければなりません。ですから私はこの本を持つという項目から始めました。それはまずあなたに自分がどれほど持つことにとらわれているかをきちんと自覚していただきたかったからです。この本をエクササイズを実践しながら読み終えてくださるならば、その時あなたはきっとあることのレベルに自分が足を踏み込んでいることに気づくでしょう。そしてすべてのレベルが心地よく調和していることに気づくはずです。この本があなたの人生の質を高めるために大いに役立ちますように祈っています。では、早速これから読み進めてください。愛を込めて。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、体の声を聞きなさいに、もっとスピリチュアルに生きるためにという本をご紹介したいと思います。本チャンネルでは以前にこの前作をご紹介しているのですが、こちら読まれた方はわかると思いますが、とんでもない本なんです。全22章にわたって、精神、感情、肉体、そして宇宙、神といったものまでを行ったり来たりしながら、自分探しの壮大な旅をしているような、いろいろな概念が炸裂する圧巻の本でした。今回紹介するのはその続編。持つこと、すること、あることの3つのレベルに意識を向けていくことで、心にも体にも変化が起こり、本当の自分、魂との調和を取り戻すことができるというんです。もう一度人生の質を最高に高めていくための旅に出ることができるんですよ。これは正直相当やばいですよ。著者はリズ・ブルボーさん。カナダの企業でトップセールスレディとして活躍した後、その成功体験を人々と分かち合うためにワークショップや講演活動を行い、これまで4万人以上の人をトレーニングし、累計500万部以上の著書が世界中で読まれています。そんな彼女がもっとスピリチュアルに生きて未来を思い通りに変える学びを与えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。第1部、持つこと。思い込みを持つ。恐れを持つ。世界が作られた時、人間は純粋なスピリットでした。つまり、光そのものだったのです。やがて物質世界において、神としての自分を経験しようと決めました。大元の計画は、人間は物質世界において、自分がどんな経験をするか、どんな生き方をするかを選ぶ自由を持っていました。また、どれくらいの期間地上に滞在するかを選ぶ自由もありました。しかし残念なことに、ほとんどの人間が物質世界にどっぷりと浸かり、自分の本来の姿を忘れてしまいました。
つまり自分は物質界を経験している神であるという事実を忘れてしまったのです。ほとんど全ての人間が自分の本質を忘れてしまったのは、彼らが自分の左脳的知性で物事を考え始めたからなのです。左脳的知性は記憶などと呼ばれており、五感が捉えたあらゆる情報並びに今世と過去世を通して感情が感じ取ったあらゆる事柄が蓄えられています。左脳的知性に記憶された経験や考えは、私たちを必要に応じて助けてくれます。この地上で生きていくためにはどうしても記憶が必要になるのです。私たちは自分の名前を覚えていなければなりませんし、文字の書き方や話し方なども覚えていなければなりません。ところが経験を単に記憶の中に貯蔵しておくだけにとどまらず、私たちはやがてそれを現実とみなすようになります。つまり感情や精神が何か苦しみに満ちた経験をすると、その経験を現実とみなしてあまりにも大きな意味を与えてしまうのです。そしてこう思うのです。こんなことはもう経験したくない、そのためにはそれを忘れずにいて絶えず警戒しなくては、何しろもう二度と起こってはならないのだから、何々してはならないとか何々すべきではないというふうに考えて、ある事柄を強調していると、それはやがて固定観念となって心の中にしっかりと根を張ってしまいます。そしてやがてこの固定観念によって支配されるようになります。ここで例を挙げてみましょう。今ある家族に赤ちゃんが生まれました。でもすでに子供たちがたくさんいるために、両親はその世話に忙しく、また仕事やその他の用事もたくさんあって、この赤ちゃんの面倒を見ることがほとんどできません。この赤ちゃんは誰からも関心を払ってもらえないので、みんなから見捨てられたと感じ、自分は厄介者だと思い始めます。そして自分は誰からも愛されない存在なのだという固定観念を作り上げてしまうのです。その後も相変わらず誰も自分に関心を払ってくれないので、この固定観念にネガティブなエネルギーがさらに注ぎ込まれ、それはどんどん強化されていきます。この赤ちゃんが大人になったらどうなるでしょうか。自分は厄介者である、自分は愛されていないと感じるような状況にしばしば出会うはずです。なぜなら自分はそのような人間であるというふうに赤ちゃんの時に思い込んでしまったからです。ほとんどの人が似たような経験をしているはずです。そしてこう考えるのです。そんなふうに思い込むのは当然だ、だっていつも同じことが起こるんだもの。彼らは同じことが起こるからそれを信じると思っていますが、真相は全く逆なのです。信じているからそれが起こるのです。自分は厄介者で愛される資格がないと信じているから、それを強化するような経験が繰り返し起こるのです。まさしくそのことを自覚しなければなりません。固定観念が強化されればされるほど、それは私たちを支配するようになり、私たちが本当の自分、つまり内なる光の導きを受けることを妨げるようになるのです。これこそが自分の本来の姿を忘れるということなのです。そしてこの固定観念、すなわち間違った信念に基づいて生きているとき、私たちは恐れの中で生きています。どうしてでしょうか。そんな信念の例を次に挙げてみましょう。風に当たると風邪をひく、1日3回食べないと必要なエネルギーが確保できない、真実を言うことは必ずしもいいことではない、真実を言うことで嫌われることもあるからだ、痩せていなければ美しいとは言えない、こうした信念を自分が持っていることになるべく早く気づかなくてはなりません。そうでないと、そうした信念によって自分の人生が支配されてしまうからです。そのためにはあなたの内に住み着いている恐れを真正面から見据える必要があります。というのも、思い込みというのは必ず恐れとセットになっているからです。それでは例を挙げてみましょう。今ここに仕事を探しているにもかかわらず、なかなか仕事を見つけられない人がいるとします。表面意識では仕事を得たい
と思っているのですが、実際には仕事が見つかりません。ということは、この人にはある種の思い込みがあり、それが仕事を見つけることを妨げているのではないか、というふうに推測されます。願望の実現を妨げている思い込みを探るためには、自分に対して次のように質問してみる必要があるでしょう。もし仕事が見つかった場合、何か困ることはないだろうか。この質問に対する答えは、大体次のようになります。探していた仕事が見つかったのだから、困ることは何もないはずだ。私はどうしても仕事を見つけたいのだから、仕事が見つかることは素晴らしいことなのだ。この答えを見れば、この人が表面意識による自分の願いのことばかり考えていて、その願いの実現を妨げている無意識的な恐れを意識していないことがわかります。恐れを見つけるためには、恐れがあるという可能性を認めた上で、心の深いところに入って行かなければなりません。恐れを見つけるための最も有効なやり方は、自分に恐れがあることを認めてあげることなのです。そうすることによって、例えば次のような恐れが見つかるかもしれません。新しい仕事に必要とされる技能を持っていないのではないかという恐れ。適正な給料を払ってもらえないのではないかという恐れ。利用されるのではないかという恐れ。自由を失うのではないかという恐れ。仮にこの人は自己犠牲的な人で、そのために仕事に就くと自分を利用されるのではないかと恐れていると考えてみましょう。すぐ考えられるのは、この人が過去においてある人に献身的に尽くした結果、ものの見事に利用されたことがあるということです。ここでこの人がどうしても意識化しなければならないのは、誰かに献身的に尽くすと必ずその人に利用されるという思い込みを自分が持っているということなのです。実はこうした思い込みがあったからこそ、このような状況を招いてしまったのです。それこそが人間の持っている偉大な想像力なのです。この人が自分の望むことを実現するためには、そして望まないことを実現させないためには、まずはじめに自分にとって有害な思い込みを意識化しなければならないのです。病気や不調の原因を探ることも、自分の思い込みに気づくためのとてもいい方法です。肉体に病気や不調が現れたときは、肉体のその部分のエネルギーの流れが阻害されていると見て、まず間違いありません。病気になる肉体の場所は、あなたが持つ願望の種類と密接に関わっています。したがって、自分がどのような思い込みを持っているかを知るためには、肉体のどの部分のエネルギーがブロックされて病気になったのかを考える必要があるのです。例を挙げてみましょう。私のところに、右腕を痛めている女性がやってきたことがありました。右腕全体が痛み、特に肘の部分が痛むということでした。私は彼女に、痛みがもっと激しくなったとしたら、あなたは何ができなくなると思いますか?と尋ねると、彼女は、テニスができなくなります、と答えたのです。仕事ができなくなるとか、子供を抱けなくなる、などではなく、テニスができなくなる。病気や不調というのは、私たちの心構えに間違ったところがあるということを私たちに教えようとしています。そこで私は彼女に、テニスに関して何か困ったことは生じていませんか?と聞きました。すると彼女は次のように答えたのです。私は本当は楽しむためにテニスをしたいのです。ところが今一緒にテニスをしているお友達は、試合の勝ち負けにものすごくこだわります。試合のたびに私は相当無理をすることになります。というのも、負けるとパートナーに悪いからです。そのため、テニスの楽しみがすっかり失われてしまいました。彼女が望むのは、楽しみのためにテニスをすることです。ところがテニス仲間は別のことを望んでいます。そこで彼女は、お友達をなくさないためには、彼女たちの望むことをしなければならない、と思ったわけです。ところが彼女は自分の思い込みが自分のためにならないこと、そしてまた必要でもないことに気づきました。そこで友達にそのことを話し、勝ち負けのためではなく、楽しみのためにテニスをしたいのだと言いました。こうして試合は月に一度だけということになり、
彼女は友人を失うこともなく、全員が勝者になったのでした。腕の痛みは消え、彼女は自分の思い込みが必ずしも正しいものではなかったということを自覚したのです。多分小さい頃に似たような状況を経験したのでしょう。友達が望んでいることをしなかったために絶交されるという経験をしたことがあるのかもしれません。でも、一度起こったことはまた必ず起こると思い込む必要はなかったのです。こうして無意識的な思い込みに気づくことによって、肉体的なレベルでも、また感情や精神のレベルでも、はるかに早く問題が解決することがあるのです。以上の段階が終わったところで、最も重要なワークを行います。それは、自分が過去においてある思い込みを作ったという事実を肯定して受け入れることなのです。内的変容を遂げるためには、どうしてもこの過程が必要になります。自分が思い込みを作ったということを肯定せずに自分を咎めていると、あなたはその思い込みから脱することができません。それどころか、かえって思い込みを強化してしまうのです。また、もう一つ大切なことは、小さい頃に自分自身が苦しんだ結果として、または愛する人を苦しめた結果として、そうした思い込みを作ったという事実を認めてあげることです。もう二度とそんな苦しみは味わいたくないと思ったからこそ、そのような思い込みを作ったわけなのです。その動機は決して間違っていなかったのです。その思い込みに向かって優しく話しかけましょう。というのも、私たちが作り上げた思い込みというのは、一人の人間と全く同じようなものだからです。私たちの思い込みは、私たちが精神の次元に作り上げた一つの人格、エゴなのです。その人格に対して優しく説明しましょう。ありがとう。あなたはある時期までとても私の役に立ってくれました。でも、もうそろそろ私の記憶になってくださって結構です。私はいつかあなたのことを思い出し、そっか、あの頃あんな辛いことがあったんだな、と確認するでしょう。そしてその思い出を必要に応じて大切に使わせていただきます。私たちが恐れから解放されるのは、その恐れが生み出す苦痛に、もうこれ以上耐えられない、と感じた時です。例えば今ここに、人から拒絶されることが怖くて、自分の言いたいことが言えない人がいるとします。この恐れがあるために、この人は自分の要求を何一つ人に言うことができません。確かにそうしている間は、誰にも拒絶されることはありません。そして、誰からも拒絶されないのだから、自分は受け入れられていると思うことができて、ある種の安心感を得ることができます。ところがやがて、何も言えないことによる苦しみの方が、何も言わずにいることで得られる安心感よりもずっと大きなものになるのです。こうなった時に初めて私たちは急速な自己変革を遂げることが可能となります。恐れや思い込みを持っていても、もう決して自分の得にはならないということがわかるからです。恐れに支配されて取っていた行動とは全く逆の行動を取ることがはるかに容易になるのです。こうして私たちは不要になった思い込みを手放します。そして同じような状況において以前とは異なった振る舞い方をすることによって自分がもう思い込みに縛られていないことを確認できるのです。エクササイズ。この章を終えるにあたって次のエクササイズをしていただきたいと思います。紙とペンを用意して自分の思い通りにいかないことを5つ挙げてください。自分ではこうしたいと思っているのに、期待通りの結果が出ていないことを5つ書き出すのです。リストができたら、次の質問を自分にしてみましょう。望みが叶った場合に、どんな嫌なことが起こりうるだろうか。最悪のケースは何だろうか。答えが見つかるまで、心をじっくり見つめてください。例えば、何かを計画しようとしても、どうしてもきちんと計画を立てられない人は、次のような答えが出てくるかもしれません。きちんと計画を立てると、計画通りにやらなければならなくなり、それでは自分の自由と自発性が失われるような気がする。このような恐れ、思い込みが分かったら、この章で示された手順に従って内面のワークをしてみてください。
恐れや思い込みを手放すにつれて、あなたは心がどんどん解放されていくことを実感するでしょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。本書は全21章にわたって持つ、する、あるの3レベルに意識的であることを教えてくれるのですが、本動画では最初の1章のほんの一部分だけをご紹介させていただきました。この深さとボリュームのやばさ、感じていただけましたか？さらに各章にはその内容をきちんと身につけるためのエクササイズも用意されており、本書冒頭でリズ・ブルボーさんも必ず実行に移してくださいねと言っています。つまり知るだけではなく自分が変わる本だということです。前作と本作を見てみると、前作は自分とは何なのかにフォーカスしていたのに対して、今作はより人生、生き方にフォーカスしているような印象を受けます。基礎編と応用編というような受け取り方もできますね。と言ってもどちらかだけでも相当考え方が変わると思いますし、それこそ両方読んでしまったらちょっと想像できません。あなたも本当の自分を見つけて本当の自由に出会うための旅に出てみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。